ただの一介の兵士に過ぎん。プロフェットなら話が違った。ナノシステムが無傷なのが救いだ。それが肝心だ。あとは私がスーツを着てからテストをしよう。ああ、君か。現時点では意識がない状態にしておいてやりたかったが、ナノシステムが非協力的でね。では始めるとしよう。ことになって本当にすまないが、これはやむを得んのだ。スーツが欲しい。つまりそこにあるその一着のスーツが政府どもを止めるためにどうしてもいるのだ。の兵士では不十分なのだよ。一体何が起こっているという。出番だプロフェット。スーツはセフのナノシステムを学習している。行け、君が最後の希望だ。このイカれたクソ野郎め、知ってただろ。スーツが着用者と共生することを、俺の部下がどうなるかを歩く死人に変えやがって。人類を積む戦士に変容させたのだ。君は兵士だ。これは必要な犠牲と考えて。俺たちを騙したんだな。私は真実を大事に扱いすぎたのかもしれん。しかし選択肢があったか。今の諸君はどうなんだ。セフどもはやってくる。すぐに。通常の人間の兵士で倒せると思うのか。普通の人間に勝てる戦争ではないのだよ。これこそ未来。死さえもただの複合に過ぎ、誰もが皆歩く死人なのだ。それがオーバーロード。君が解除を拒絶、オーバーロードしています。止めるんだ。奴を殺してもいい。だがシステムは傷つけるな。狙うのが頭だ。残念だったなポンコツ野郎。これでおしまいだ。あら、待て。話を聞いてくれ。心配しないで。私は CIA 特殊作戦軍よ。3年前にネイビーシールズから引き抜かれた。あなたの部隊にプロフェットとグールドを連れ出すよう命じたのは私。失敗したけど。いいから聞いて。説明してる時間はないの。政府がここに侵入しつつある。ハーグリーブを脱出させないと。彼は正気を失っている。自分は地球で唯一有能な人間だと思い込んだ。彼は政府に関する専門家よ。100年前ツングースカで彼らの技術を盗んで以来ずっと研究を続けている。3年前私の父が死ぬきっかけになったリンシャン島の事件は、彼が裏で糸を引いてた。侵略に対抗する計画を確かめなきゃ。エグゼクティブフロアに閉じこもってるわ。どっちから行けるはず。セキュリティが厳しくて彼と面と向かって会える人間はいない。すでに試したの。侵入するしかない。私はヘリポートに向かって移動手段を確保する。彼を連れ出して合流して、彼の身柄を確保してどこかへ移動させれば情報を聞き出せる。随時連絡を入れれば。急いで。あっちを通りましょう。急いで。戦術オプション使用稼働。全国ハーグリーブを捜索せよ。
ついに来たか。お前を歓迎するぞ、テセウスよ。手間をかけた割に見返りが足りないか。迷宮を抜けたからにはせめてミノタウロスくらい拝めると思うのも当然だ。そうか、それなら納得できる。来るがいい。仮面を外そう。私はここにいる。驚いたかね。無理もない。私ならその瞬間を堪能するがな。心拍が急に早まり、闘争か闘争を促す化学物質が腹を満たす。実に心地よい時間だろう。それらと疎遠になって随分と時間が経った。一世紀以上も前から私の快楽は知的なものだった。カール・ラッシュが拒絶した道、不死への冷たき道を選んだのだ。プロフェットのスーツを私自ら身につけたかった。彼がもたらした武器を受け取り、その鎧をまといミノタウロスと戦おうと。だが今や君だよ。プロフェットが始めたことを君に成し遂げてもらう。そこから離れるんだ。いや待て、パズルの最後のかけらが必要だ。注射器を取れ。それは机の上にある。注射器を拾え。さあ取れ。そうそうだ、スムースカの繰り返し、全てのゲートを開く鍵だ。